<laughs> はい、えー、ではですね、始めさせていただきたいと思います。えー、皆さんこんにちは。もうこの時期だったので、ちょっと開催どうしようかとか、まあ結構直前まで検討させていただいたんですけれども、まああの。 ちょっと元気な方を中心に生には来ていただいてであとは YouTube でもちょっとアップするぞということでやらせていただいておりますであの各本校でも今中継をさせていただいているということでございますのでちょっと本校各本校の中継先の皆様にもですねあのお届けができるような形で進めさせていただきたいなというふうに思っております。今日1時時間間半ほどどの時間をとっておりますけれども あのせっかく今日本当はだからあの本当に1人2人とかかななんていうふうに思ってたんですけれどもあの梅田本校あのこれだけお見えなのでなので1時間ぐらいバーっと色々話しますでそれでお気づきの点とかあとここをもうちょっと深掘りして聞きたいとか多分あられると思うのでそれをちょっと直接ヒアリングしながら残りの30分間使ってえお話をさせていただきたいなというふうに思っておりまますす私申しししのでどうぞよろしくお願いします。 はい、え今日はこのタイトルなんですね「で企業コンサルタントとして」とていうふうに書かせていただきましたただあの行政書士のビジネスってどういうビジネスモデルかっていうのって結構皆さん考えられたことあります収益モデルとかどんな感じなのかなそもそもそうですね行政書士資格今お持ちの方ってどのぐらいいらっしゃいます 行政書士の資格を合格合格してます。っていう方ですね。あ、あ、ほとんどいらっしゃるとあなるほど。あとはまあ受験勉強中ってことですかね？えっていう方もいらっしゃるという感じですかね。はい、あの行政書士合格をされてで、これから登録をされるとか。まあ、もうすでに登録をされている方もいらっしゃるかもしれません。けれども、どういうそのビジネスモデルでやっていくかっていうのはあらかじめある程度知っておいて決めておくと楽なんです。 なので最初にちょっとだけ説明させていただきますね、私も実は24歳の時に登録をしました、今から13年前なんですけれども、登録をしたタイミングでは、そういったビジネスモデルが分からなすぎたんですね、行政書士って何をやって食べていけばいいのかな、あなんとなく許認可ビジネスだあ、建設業の許可とかやるっていうイメージがあると、だ建設業の許可で、うんどのくらいの,その許可件数を毎月コンスタントに取っていけば、事務所として運営ができるのかなとかっていうのが、いまいちよくわからなかったですね。 うんじゃあちょっとそうですね今かなり思いつきではございますがこんな話してみましょうか <laughs> 例えばなんですけどちょっと行政書士から離れますよ行政書士から離れますけれどもちょっと思考をですねまあ考えていただくという意味でお話ししてみたいと思いますけどじゃあ今日男性の方が多いのでちょっと釣り,釣りをテーマにですねお話ししてみたいと思うんですけど。 例えばなんですけどめちゃくちゃ魚がいっぱい釣れるもうこんな穴場スポットあるのっていうぐらいですねもう穴場のスポットがあるんですね。ここのここで釣るともうわんさか釣れちゃう。 でもう堤防から釣るんですけど私釣りのことはあんまりよくわかってないのであの <laughs> 間違ったこと言うかもしれないですけどあ,のあるあくまで例えですからねで例えばここの,あの穴場スポットがあってで堤防から釣り糸を垂らすとまあでかいですね魚がバンバン釣れますといいですよねこんなところ行きたいですよねでここに入るには例えばじゃあここの堤防に入るには、えー、通行の、まあ、許可が必要ですと。 例えばですけどここの穴場スポットで釣るためにはゲートをくぐらないといけないとでゲートをくぐるのにじゃあ例えば手数料が1万円かかります,1万円かかりますでしかもあのご本人確認とかもちょっとさせていただきたいと本人確認もしたいだ運転免許証のコピーとかも欲しいとかね あるいはじゃあ20歳以上じゃないいととダメっっててう制限もちょっと付け加えてみます。あとはじゃあどうしましょうかねあじゃああんまり釣りに慣れてない人とかだとゴミとかをですねバンバン捨てちゃうかもしれないんであの釣りに慣れてる釣りの経験が3年以上っていうですねこういう要件も満たしてもらうと要するにこういう要件満たしてるかどうかっていう申請書をですね作成させて で、本人確認の添付資料とかをですね、付けさせてやるみたいな、こんな話があったとします。さあ、皆さん、釣り人だと思ってください。今、皆さんは、行政書士の立場とか、一切忘れていただいて、釣り人なんですね。じゃあ、釣りをするっていうふうに考えたら、まあ、1万円のゲート料は払わなきゃいけないんですけど、それ以上に何にお金使いますどうですか餌とか。餌とか、ほかに何おか、お金。 ととかかサホとかあ皆さんそうですよねその道具これないといけないだろうとめっちゃ売れる餌あるんですよめちゃくちゃあの釣れるねめちゃくちゃ釣れる餌があるんですよでこ,れこの餌はちょっと高価なんですねちょっと高いんだけど、まあ、安いやつより釣れるって言われたらどうですか高いい餌買いますどれ,あどれだけ釣れるかの違いがあると。 もうねその高い餌もう1万円ぐらいする餌をやってる人はもうバンバン釣れて「あそこマグロ釣れちゃってるよ」みたいな感じになってるかもしれないですね。そしたらそれ見たら買い,ます、ね、買いますよね。要するにあの多分釣りの餌だったりとかあの竿で釣ったらねガンガン釣れますよっていうことであればそこにはお金払うはずななんですよ積極的な投資なんですよ。 だって積極的にそのお金使ったらリターンが返ってくるの目に見えてるじゃないですか例えばですよ今ここでここで代償業をやってる人がここの,あの堤防の前に事務所を出していてでここの書類面倒くさいからこの辺の書類面倒くさいから代償やりますと代償やりますっていうのがここにありましたとで1回1000円ですどうですか払います 面倒、うん、くさいなと思ったら1,000円でも払うかもしれないですね。払うかもしれない。だけれども、いや、1,000円分あったら、他に餌買えるんじゃないのと思ったら、その1,000円ちょっとケチりたくなるんですね。さらにもうちょっと言うと、1,000円でやってても、結構年間件数持ってたから、ここの事務所結構潤ってきたんですよ。潤ってきたんで、あこれ結構いいビジネスだなと思って、横に隣にですね、B っていう事務所ができました。同じ大諸行をやります。ここは800円です。 どっち行きます800円の方行きますね800円の方行きますねなんでですか安いからあってことはここの赤いね行政書士事務所と青い行政書士事務所で何の違いがあるかっていったら皆さんは今価格ででしか見てないですよねサービスどうのこうのとかここの行政書士が誰がやってるかとかそんなん関係ないってことですね。円円か800円か っていうのだけで比較しました。これは、皆さん今、釣り人の気持ちになってくださいって言ったんですけど、これはあの事業者、経営者側の気持ちだと思ってください。ただの、こういう許認化だったら、誰でもいいんですよ。うん。誰でもいい。だって、同じ自動販売機がね、横に並んでて、コーラが売ってます。こっちは130円ですここ。こっちは100円ですって言ったら、みんな100円の方を押すに決まってるんですよ。同じ商品並んでたら、安い方に行っちゃいますよね。行政書士の、 一つ、巨人化の、割とその単価が安い形のビジネスモデルっていうのは、こういう形になります。もう一度申し上げます。行政書士の巨人化ビジネスっていうのは、基本的にはストックビジネスです。で、このストックビジネス型のモデルっていうのは、大量の案件を回していくと、実際は儲かります。実際は儲かるんだけれども、ただ、やっぱりこういう値段の価格競争にさらされやすいっていう点と、 あとは、あんまり個性に着目されないので、大手がガンって仕組み持ってたりとかすると、個人事務所は立ち打ちできないんです。大手と提携するしかなくなる。この形なんです。だから、皆さんがストックビジネス型のモデルで、行政書士法人としてガーンと展開して、全国に視点を置いて、大きい仕組みづくりをしようというふうに思われているのであれば、これは一時戦略としてはあり得ます。 もう一回言いますが私は別にストック型のビジネスモデルをあの別にあのけなしてたりとかですねあのこれが良くないって言ってるわけじゃなくて僕はどっちかっていうとそっちが儲かると思います金銭的な面で言ったら。なんですけれどもただ。 私以前あのレッグでですねあの授業とかも持ってまして10年ほど講師もやってたんですけどもそれで毎年毎年合格者を見させていただいてでそれでその後改良されてっていうのを繰り返し繰り返し繰り返しやってたんですよね。でその中で結構お話聞いてるとねそういうも,うもうバンバン経営者として大きくしていきたいぞっていうタイプの方とそうじゃなくて私も専門家として。 どんどん勉強して知識提供をしてそういう仕事をずっとしていきたいんです私のもうライフステージを考えていった時にそういうふうにこう人生を歩みたいんですって方も結構多かったんですよ。なのであ一つそういうあのモデルケースもあるのかななんていうふうに思ってですね今日はお話しさせていただきたいと思っております。 釣りの話で申し上げると、私がやってるのはどういうことかっていうと、ごめんなさい、私も思いつきでこの釣りの事例出しちゃったんで、うん、どうしようかなって今悩みながらですね、喋ってるんですけど、えー、例えばね、私は今何やってるかっていうと、そういう,う,いう決まりがあるかどうかも知らんんですけど、知らないですけど、例えば、あのー、もう、深海でね、で、 ここの深海の、にいる魚をするのには相当大変なそういう潜水艦とかそういう技術がいると。しかも、ちょっと多国との境界線とかにあって、で、非常に珍しい魚とかもいるんだけど、多国とのその調整なんかもしながら進めたかないといけないと。で、それをやりたいという企業が一社あるんです。で、この一社がなんとかそういう多国間の調整とかもして、 でこの深海に潜り込ませるということもやりたいというそういうちょっと実証実験ベースのことをやりたいと言ってます私はそれを割と担当したいなと思うんです難しいから面白いんですよやってみるとこんなに難しいのと思うんで面白いなと思ってあのやるんですけどただあのこれも言っておきますけれどもいいか悪いかで言ったら ちょっとビジネス的にいいかどうかっていうと、どうかわかんないですよね。僕、今言ったのは、一社ですよって言ってますんで、顧客一社しかないんですよ。こっちは年間何万人って現れるわけですよ。だからストック型のビジネスモデルで、毎月毎月コンスタントに人が入っ、あのね、そうやって集客できた方が、スタッフはやす雇いやすいですね。スタッフ雇いやすい。で、そして、 この要件なんて確認する書類とか、誰でもわかるじゃないですか。別に行政書士資格いらないんですよ。うん、あの、これがわかるのにね。こ,この要件はわかるのに、別に行政書士持ってなくてもわかるじゃないですか。要するに補助者でできる作業ですよね。スタッフにやってもらえばいいので、再現性の高い作業なんです。ベルトコンベヤーに乗せてですね、ガンガンこう流していくことができるモデルなんです。なので行政書士のモデルとしては、こういうのもありだし、 私みたいにちょっと特殊なですねそういった深掘りをしていく作業というのも一つはありえるだろうと思っています。どちらを取っていきたいかというのはご自身の判断かなというふうに思うんですけど私が実際チャレンジしていることとかこういうこともできるんだというお話を聞いてああちょっと面白そうかもなというふうに思っていただけたらあのそういう道もありますしあのちょっとコミュニケーションを取りながらですねあのご質問いただければなというふうに思っています。なので今回企業コンンサルタントとして っていうタイトルなんですけどちょっとだからあの行政書士の今までのビジネスモデルから若干外れるあそういうモデルをちょっとご紹介させていただくということをまずご理解いただいた上でですねお話をさせてい,きたい,ないただきたいなというふうに思っておりますではちょっと視点を変えてこんな質問をさせていただきたいと思いますが皆さん行政書士ねこうあの合格されたりとかしまして。 でこの行政書士はやっぱり魅力的なのかなって思ってますえ思ってないですか <laughs> ね思ってたほしいですよね行政書士なんかチャンスあるんじゃないかと思ってますよねじゃ行政書士の強みって何なんでしょうネームバリューがあるあ確かにね歴史ありますもんね これなんか北海道かなんかでなんか横領したみたいなので、ね、バンってバンってねああすごいもうネームバリューがすごいですよね <laughs> そういう意味じゃないですかねはい、うん、どうですか、うん、他にネームバリューがある確かにね歴史もあるし特に建設業とか運輸関係外国人周りについてっていうのはお客さんが行政出産のことを知ってくれてるんですよ 一から行政書士ってこんな仕事しなきゃいけないんですよって説明するのめちゃくちゃ大変じゃないですか。皆さんも行政書士取られてご友人とかに行政書士取ったんだよっていうとあああれでしょなんかあの登記書の前にあるやつでしょそれは司法書士だよって会話から始まってだんだん面倒くさくなってもういいや行政書士でも司法書士でもどっちもってなんか思ってくるんですよね。うん、ど,どうでですすかか行政書士の強みって何ですかどうですか 担当分野領域が広いいじゃないかあ確か確にどうですか法律に強い弁護士さんより <laughs> まあでも人によりますわね本当にね弁護士さんより行政書士さんであのよっぽど知識ある人もいらっしゃればねあのもうそれは本当人によるって感じがしますけどね、はい、どうですかあよくわからない見る あ、弁護士と比べて、仕切りが低い、なるほど。仕切りが低いというのはお客様から見て。行政書士の方が、話しやすいってことですか。そうですね。あ、なるほど、なるほど。相談しても、一般的にやっぱ三十。うん、万円ってイメージ。うん、あ、なるほどね、相談料とかの、感じですかねう、うん。あ、相談料とかの、最初の相談料とかが、ちょっと行政書士は割と無料相談とかもやってくれるんじゃないか、みたいな。 そういう敷居の低さがあるかあ、なるほどですね結構どうでしょうねでも一般の人から見たら一応同じ法律系の資格で法律事務所に行くっていうとまあ、どの道結構敷居は高いかもしれないですね慣れてる業者さんとかだったらいいですけど個人のお客様でいや私お役所も行ったことないですっていう方だと 多分行政書士の先生の事務所に行くんだっていうのでものすごい緊張されてこられる方も結構いらっしゃいます実際で逆に企業の担当者の方とかは慣れていらっしゃってあ行政書士はこういう先生だとかこういうのは司法書士の先生だとか企業の総務部とかでねよく資料館と連携やってる先生なんかは割と慣れてるんですけどそうじゃないと結構敷居は高いかもしれないですねじゃ行政書士の魅力何なんだろうということでこれもあの私がたまにやったりとかするようなお話なんですけど はい、行政書士が置かれている立ち位置というのをあの、まあ、ペスト分析とかいうあの分析の仕方で外部要因とかをです、ね、分析しましょう環境をちょっと分析してみましょうなんていうのでやったりするワークだったりとかするんですけどこれね皆さんねあの今日今やっちゃうと結構時間かかっちゃうんであのこういうことをやるんですよっていうのでちょっとお話ししてみますと真ん中にこう行政書士。 っていうふうに書いてありますけど、例えば政治経済社会技術の最近の動向をどんどん書いていきます。で、それが行政書士にとってどういう影響を与えていくかななんていうのを考えていくんですね。例えば政治の分野とかに関しては、いろんな法改正のタイミングとかがあるじゃないですか。法改正によって行政書士の職域が広がれば、それだけ我々 やれることが増えていくだから政治の分野ではどういった影響最近の動向があるかなとか経済ねもう今の株価はやばいですねどうしましょう <laughs> どうしましょうって感じなんですけど、まあ、逆に今,今、ね、買う人にとってはねかいいですからね。うん っていう。<laughs> まあ経済の動向とかもありますよね。消費者意識とかそういうのもあると思います。経済がどん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 下がっていくと、やっぱりその行政処置に外注するコストを減らそうっていう雰囲気も出てくるかもわかんないですよね。やっぱり経済の分野っていうのもちょっと見ていからなきゃいけない。で、社会のところ、これはまあ人口の動向とかですね、少子高齢化になるとどんなビジネスが伸びるんだろうとか、外国人、まあ今はちょっとコロナの影響でなかなか来れないなんていう環境ですけれども、でも、 外国人がどんどん来る日本にしていこうと。観光立国にしていこう。そんなふうな反だと、まあ外国人業務とかもいいんじゃないかと。外国人業務、外国人業務っていうふうによく聞かれると思うんですよね。そうでもないですか。行政書士、最近開業したての方で話聞くと、なんか大抵なんかその外国人、 入管業務やりたいかあの相続やりたいかなんかその辺で言われるケースが多くてね領域広いって今言われていたんですけど開業される方に聞くと大体5個ぐらいのですね許認化ビジネスだけを言うんですもっといっぱいあるからもうちょっと視野広げてみてもいいんじゃないかななんて思うんですけども結構言われるんですねなので外国人の話もあったりとかあとはやっぱりこういう技術的なですね 話テクノロジーの話とかもあって今はどんどんデジタル化していこうなんていう流れがありますよね申請書類なんかもデジタル化していきましょう電子化していきましょうなんていう流れもあったりとかしますこの中で行政書士というのはどんな強みを持っていてどんなことができるかっていうのを一旦考えるというのをやってみてほしいんですぜひ 私のスタイルとしましては何かその,あの私がなんか思ってることとかなんかこれが答えなんじゃないかなって自分ではそう思ってるかもしれないんですけどでも皆さんは考えていただいたら全然結論が違うかもしれないのでなのでこういう考え方もあるんじゃないですかっていう考え方だけお話ししますんでそれでちょっと考えてみてくださいで考えてフィードバックしていただいてでディスカッションするとですねああ見えてくるものがやっぱり出てくるんですよね。これだけの人数いますから やっぱりそれぞれのですねあの今まで培ってきたご経験だったりとかですねあるいはご人脈とかも全然違いますからそういったのを掛け合わせていくとかなり面白いのでぜひねあの今の分析の仕方なんていうのも一つ、えー、チャレンジしていただきたいななんていうふうに思っております、うん、で今現在のその日本のまあ特徴日本国内の特徴もちょっと申し上げていきますのでその中で じゃあ行政書士として強み生かすにはどうしたらいいのかななんていうことも考えていただきたいなというふうに思っております。なんとなく皆さんもお気づきかもしれませんがなんか日本ってその法律ができたりとかするのがちょっと遅いんじゃないか。例えばウーバーがライドシェアやりたいと。で日本に持ってくるんだけれどもいや、タクシー業界がめちゃくちゃ反発していてでねえ 国会議員の非常に多くの方がタクシー協会のご出身だったりとか昔でいう俗議員的なね感じなのでなかなかそのライドシェアの法案ななんかかがが通らない構造があったりとかするこれは別にライドシェアだけじゃなくて他にもいっぱいそういうことがあって日本は何か新しいビジネスをしたいと思ってもちょっとビジネス躊躇させる雰囲気があるんじゃないか法が遅れているんじゃないかこんなふうに思われることあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども。 <laughs> ええー、一つこれはまあ私なんかがよく言わせていただいているところでございますけれども今日本はそういう意味であの法律ができるまでの過程がなかなか長かったりロングスパンでですねやったりとかするという意味でまあ早い法律もあるんですけどね、えー、そういう意味では グレー状態という言葉よく聞くじゃないですか民泊も2018年より前はグレーだというふうに言われてましたでこのグレー状態というのは現行法で見ると違法なんですけれどもただビジネス的にはありだよねとわかりますあのなんか日本ってそのコンンプライアンスっていう言葉を 法令遵守って訳すじゃないですか。で、そうすると、上場企業の皆さんがコンプライアンスって言ったら、現行法に違反していないかどうか、これをチェックせよっていう意味で言われるわけですよ。日本企業特にですね。でも、現行法がめちゃくちゃ遅れてて、で、新規ビジネスやった方が国民の皆さん全員ハッピーになるって分かってると。海外ではもうどんどんやってると。だけど、日本では、 そういういろんなしがらみがあってできないとしたらそれって別にねなんか違法だけど悪いことじゃないんじゃないのと別に人道には反しないよねとむしろそのビジネスやった方がよくないみたいなことっていうのが実際結構あるんですよ。って考えますと我々って結構そういうあのロジックを引いていくといいますかじゃあ日本でもこの法律は今のところあの、まあ、古い法律なんだけれども なんとか解釈ベースでできるような交渉ができないかどうか法律変えるの難しかったとしても政省令ガイドラインいろいろあるじゃないですかガイドラインとかになれば皆さんご存知のように別に法的拘束力もないし別に国会通す必要もないじゃないですか変えるのなのでそういうガイドラインの変更とかっていうのは提言して変えたりすることができないかと こういうことが実は今一番あの行われるのが行政放棄なんですね皆さん苦しんでるのはウーバーとかがじゃあなんで日本に来れないかあるいはエアビーさんなんかがあまあ民泊信法できるまで、まあ、できた後も結構大変なんですけどもあのどうしてなかなかビジネスができないかってこういうふうに思うんですけどもそれは旅館業法であったりとかそういう運送業法であったりとかそういった法律 全部行政法規ですね皆さんが勉強してきた行政法ですよね。この行政法で縛られてる制限されてるんです。でこの解釈だったりでもしそのビジネスができるようになるとしたらこれ結構面白いことなんですね、はい。ということもちょっと考えていただきたいなというところでございます。うん どうですかなんとなくこうちょっと面白いかもな解釈論とか思ってきましたあれそうでもないですか <laughs> 結構難しいなって感じもします、うん、あのなんで行政書士試験受かったの皆さんいつかっていうのもまだ分かんないんですけど、まあ、割と直近ですか最近ですかい,いつ受かられました<回>あ,こああ今回の合格発表であ,あおめでとうございますあのじゃあ今回受かられてで 試験11月ですよねで11月でで今もう3月ですねどうですか行政法覚えてますか行政手続法第6条はい何が書いてありました <laughs> そんな受験生の時のって思うじゃないですかでもそのぐらいあのもう試験終わって4ヶ月とか経つと結構抜けませんあの私本当10年間やってたんですよ講師で10年間やってる時なんかはもう 毎日のように講義がある時なんかもありましたしそうするともう毎回行政手続き法とかねこう説明するもんですから1条から46条までもうなんか知らずに頭に入ってるわけですよ。うわこれもう一生行政手続き法覚えてられるかなって思ってたんですけどやめて私3年になりますけどやっぱね忘れてくるんですねどんどんいやさすがにマクリン事件とか忘れないんですけどいやでも抜けてくるんですよね。なのでどううしてるかっていうとい やっぱりあのうちの社員とかにもですね、えー、ただその手続き的な業務で書類埋めるっていうことじゃなくてもっと深掘りして行政規制どうなってるかっていうのを考えようということで毎月私テスト作ってるんですねでうちの社員なんですけど結構あの、うん、処方試験ずっとやってましたとか。 でまあ、行政書士あの取ってますっていうのは結構前提になってるんですけど行政書士は取ってるんだけどその後司法書士試験受けてたけどうんちょっとダメでとか司法書士試験目指してたんだけどやっぱりちょっともう3年やったけど浮かなかったんでとかそういう方割と中心にあの採用してますでそれで採用してでそんだけ勉強してたって言うもんだからおよっぽどこれ知識あるんじゃないのって思うんですけどでしゃべると結構答えてくるんんですよこの判例っっっててどんな結論だったっていううと言うんですよ。 書かかせると分かるとんですね行政書士試験だとあんまり論文とかないじゃないですか。でも行政指導とは何かとかねこの <laughs> 一行問題で行政指導とは何かって言われるとこれは深いんですよ。あの知識量が見えるんですよ。どんな本読んでたかななんていうのがよく分かったりとかするんですね。な,なんで別にあのそれで今知識ないとかあのまだ本読めてないとかっていうのは全然構わないんですけどそれでやってみて。 で添削をしてあこういう書籍もちょっと読んでみ、えー、るといいですよでそうするとこんなことも書いてあるあんなことも書いてあるって気づくからっていった本をまた渡してで1週間後にもう一回改善したものを出してくださいと改善したやつで点数つけますっていうのを毎月やってるんですね。でこれをやるとやっぱりあのなんてつうんですかね、えー、試験で 終わった瞬間に「あ,あ開業だ!」ってなったらなんか <laughs> 外国人の,その入管の制度を覚えなきゃとかああホームページ作らなきゃとかなんかそういうのばっかりお客さんどうやって取るんだろうっていうのに必死になっちゃってもともとの皆さんの強みといいますか行政書士の強みは何だったかこの試験の強みは何だったかっていうとまずは行政法っていう科目が 回転の3分の分以上を占めていてい皆さんは国家資格の中で誰よりも行政法を勉強している国家資格者なんですよ。うん、そこを忘れちゃいいけないと思うんですねでその強みをパーッと4ヶ月過ぎて例えばですよ忘れてらっしゃらないと思うんだけれどもあのあちょっとすっと今やばいなとかね23年経っちゃうともうほんと物の見事に消えてるものですから。 もう一回ちょっと深掘りして勉強してみようかっていう試みがあった方がいいと思います私が今ビジネスやれてるのは実はその土台があるからだというふうにはあの思ってますやっぱり10年間そうやって講師やってるときに行政法をひたすら勉強したあのつらい時代もうあの受験生もつらいんですけどね受験生もつらいんですけど私もつらいんですよ毎年なんか 毎年同じ行政手続き法をやらななゃいけないけでも自分の中で楽しまないと多分それがつ伝わらないから毎年アップデートしなきゃいけないっていうのをなんか10年間繰り返しましたところあの結構なんかあのいろんな本は読んだなっていう感じがするんですけどあぜひですねえそういうちょっと深掘りの仕方をしてみてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますはいというところですかねじゃあえ今どんくらい経ったんだあもう30分経ってるさあえー 私は話しながらいろいろ話の構成を変えていくタイプなのでいろいろこう生き返しするかもしれませんけどね、あのー、最近になってこの行政書士の界隈で特に私のようなちょっとあの企業コンサルタント的な感じな立ち位置でやってる先生方って東京にも何名もいらっしゃって大阪にもいらっしゃるんですけどそういう方たちでちょっと飲み会ベースで集まりますとね本当この23年 政策法務とか公共政策っていう言葉が結構いろんなところで聞かれるようになってきました昔はあんまりそういう言葉出てこなかったんですけどあの急になんですよね結構こういう言葉がですね でこの間ちょっと全く別会社のもともとコンサルをやってた人たちでちょっと集まって飲みに行くっていう機会があってで ボストンコンサルティング出身の方とかあマッキンゼル出身とか,なんかいろんな界隈の方がちょっと来られてて「おすごいなこの人たち」ってとんでもない経歴持ってるなって思いながらでも結構大きいところでビジネスやってた方ってだんだんこうスモールビジネスに最近移っていく特徴があって今は結構ベンチャーのコンサルなんかやってますなんていう人が多くてで話してたんですけどその中で,でやっぱり私も。 こういうい分野とかもやってるんですよなんていう話をしたらそしたらそれってなんか政策とかって、ね、政治家に対して提言したりとか官僚の方とかにこういう制度にしてくださいとか言ったりするってなんかお金になるんですかって言われたんですよ。うん、確かに <laughs> どっちかっていうとこの言葉ってあの社会をこうどう良くしていくかとか。でどういうい政策を あの作っていくべきかなんていうところの話なので実は何というかですね、うん、これだけだと正直何をこう食いぶちにしていく専門家なのかっていうのがちょっと見えづらい部分があります。でやっぱり私は企業の顧問で入っているのでなので顧問契約頂い,いてお金もらってる以上はその企業を勝たせるというのが最終目的なんです。そのたために入ってますただし なんか正直なんかしょうもないビジネスやってんなとかっていうところの顧問には入りたくないですよね。自分の時間、1年間の時間かなり費やすわけですから、やっぱりね、それはあの、企業の描いている、まあ企業といっても、どちらかというと代表取締役の方、社長が描いているビジョンが合うかどうかなんですよ。だから代表の方と結構いろいろ密に話してて、はあ、なるほどと。あ、そういうことをやりたいんですか。 空飛ぶ車とか言ってるけど空飛ぶ車ぶんブンブン飛んでたらなんか騒がしい感じがしてなんか生きづらい感じがするんじゃないのなんていうふうに思ったタイミングとかでその代表の方と話をしたら「いや僕はねもっと地方活性化のために東京と大阪だけが中心じゃなくてやっぱりその生き返りができるようなそういうビジョンを持ってるんだよ」って言われると「ああそうかそういう視点だったら面白いな」とかいろいろあるじゃないですか。なので意外とそういうい 企業のビジョンに合うかどうかなんていうので決めていったりとかするんですけども我々は企業からお金をもらってでちょっとこういう言葉をですね3年前ぐらいからずっとちょっと言い続けさせていただいてるんですけども戦略的法務をやってますととりわけ行政書士は 行政分野の話に特化するので、戦略的行政法務を扱ってます。っていう言い方をしてます。アメリカとかって、あの。うん、訴訟大国と言われてね、なんかあの。どっちかっつうと、弁護士はずっと訴訟やってるっていうイメージも。ね、あられる方いらっしゃると思うんですけど。 あの弁,弁護士の,あの登録されてる弁護士名鑑みたいなのがあって登録されてるリストがあってそこに大体120万から130万人ぐらい弁護士がいるんですねアメリカ。で120万人ぐらいいてでそのうちえ訴訟専門ですと私もう訴訟をやってますっていうふうに登録されてる方の人数が16万人なんですよ。120万人って16万人しかいない。 あれ後のの人たち何やってんのっててんん思いません要するに何か我々なんかずっと訴訟やってんのかなと思ったんですけどほとんどやっぱり企業についてて何やってるかっていうと戦略ホームをやってます、うん、訴訟ってあの実際ビジネスやっててで法律がもう出来上がっててその法律に違反してるとかそんなの言われて訴訟になったりとかしてであのそれをなんとかしていこうっていう事後救済法務ですよね。 事後の話ななんですよねなんかことが起こった後の話ですよね。ことが起こる前にことが起こらないようにしましょうなんていうのが予防法務なんていうふうに言われます。行政書士はどっちかっていうと予防法務だよねってよく言われるんですね。ちゃんと許可を取って訴訟にならないようにしましょう。あとはね契約書とかもちゃんとレビューできたりとかするとなおいいんですけれども。 そうやって予防法務だよねなんていうふうには言われるんですけれどもさらにもう少しあのアクセル踏んでいただくと何かというと企業がその企業がビジネスをしやすいように法律まあ法律まで行くのは大変かもしれないですけど先ほど言ったようなガイドラインとかねあるいは地方自治体だと条例なんかがあったりするじゃないですか。 ね、条例だったら変えられるんじゃないかとね香川県で何でしたっけあのゲームは60分までみたいな,なんか訳の分からん条例できてますよねあの立法技術が恐ろしく低いとかこういうことをあの全国中継で言うとなんか怒られるんですかね分か,らない分からないですけどあのいや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 ちょっと考えたら分かるでしょうって思うんですけどねああいうのがまあできちゃうんですけどももっとやるべきことはねありそうなのにもうちょっとね <laughs> って感じがするんですけどもあのそうやって条例が変わったりとか 内部の皆さんが行政書士業務やるとね役所の方は何見ながら判断していくかっていうとあの法律見ながらじゃないんですよ。内部の中でマニュアルがあるんですね入管だったり入管の審査要領とかあったりとかしてこれは一般的には公表されてない。で公表されてないんだけれどもそれの取り方とかもあるんですね僕ら見ることも実はできたりとかするんですね。でそういうのを見たりとかするとおおこの審査要領とか内部の基準でこういうふうに書いてあるから。 なかなかビジネスできなかったんだなんだこれは変えられるんじゃないのなんていうことがわんさか出てきますできますよねこれってできるはずなんです実はその戦略ホームっていう言葉の中にはいろんなことあの意味がちょっと含まれてはいるかと思いますえー、これなんかもですねまあ 戦略的行政法のアカデミーなんていうものも別にやらせていただいてるんですけどそういう中でもちょっとまた説明させていただいたりとかしてるところだったりとかしますけれどもこういった考え方を持ってで企業にとってどういうサービス設計をするべきかとかサービスを実際に、まあ、社会でですね社会実装するためにはどんなことをやっていけば実現可能性があるのか。 こんなことを実はやってます。はい。で、あの、ちょっと分かりやすくいき,いいきますね。これをやるためには、なんかもう本当にいろんなものを知らないといけないんじゃないのって思われると、もう何から手をつけていいかよく分からなくなってしまうのであの、僕はここからなんじゃないかなっていうところをちょっとお話ししていきたいと思います。えー、何かと言いますと、 皆さんがこれから許認化ビジネスやるにしても何にしても大元は法律じゃないですかでこの法律がどうやって制定されるかって説明できますかで通常国会の中では大体60本70本ぐらいの法律これが決まるわけですね。であとは臨時国会とかも合わせると大体年間通して100本近くの法律が 決まるわけですよね。この法律の制定過程ってどうですか？憲法の授業とかで勉強するとね、あのまあ衆議院行って、参議院行ってとかって、なんか三分の二のどのこのとかそういうのは勉強するんですけど、でもそもそも国会に上呈される前に法案って決まってるわけですから、その法案は誰が作ってます？誰ですか？あ、官僚中心で作ってるんじゃないか。官僚って誰ですか？ キャリアの人な、うん、なんか悪そうなイメージあります <laughs> ねドラマとかだと官僚キャリアっていうと何か悪いイメージ持たれるかもしれないですけど実際あのいろいろミーティングベースでお話とかねさせていただくと、まあね、あの若干高飛車ない人も中にはいるかもしれないですけどまあちゃんと法律も、ね、あの勉強されてますしあめちゃくちゃ優秀な方があ多かったりする日本はだから官僚が優秀だったからっていうのもちょっとありますよね。 ただまあそれが今ちょっと通用しなくなってきてるっていうのも現時点ではあるかなと思うんですけど官僚の方がそうやって法律案を作るっていうのもなんとなくふわっと分かってますよねふわっと分かってるけれどもどういう審議会とかやってたりとかあるいは1個の省庁に収まらなかったりとか結構するので 要するに国交省で法案通すって言ってもこれは総務省も関わってくるし環境省も関わってくるし厚労省も関わってくるなその連絡調整誰がやってるかとか知らないんですよねほとんどあんまりそういう書籍も全然出てないんですよねで私この3年間そういうのばっかりなんかたまたまなんですけど見てきたんですよあこうやってやってんだとかでなんか 途中でで審議会とか,でなんかあの聞いたことない学者の先生方が出てきて「この,この案に賛成します」とか言ってくるんですけど「誰なんですかこの人」みたいな方が出てきたりするんだけどまあそれはあんあまりねあのノーを言わない方たちを配置してたりとかまあそういうのは何となく聞いたことあるかもしれませんけどそういうのとかも知らなかったりとか。 あるいはその内閣法制局に持ってかれてで法制局で審議してで法制局の方で法案作っていくわけですけれどもこの法制局の方々がどういう人たちで,でどういう形で立法してるのかとかって全然知らないですよね。しかも法律ができますよね例えば。法律が国会で作られますさあその後どうなりますどうなりますっていきなり言われてもあるかもしれないですよね。 例えば、住宅宿泊事業法って民泊、民泊の法律が2018年の6月の15日に施行されたんです。あ、これは施行された日だ。えー、2017年に成立したんですね。2017年に国会で民泊の法律っていうのができました。はい。その後どうですかその後、実際に民泊の届け出とか、なんか新しい許可とかができるまでに、どんな経緯たどるかって説明できます どうですか。どうですか。どう思います。施工までの間で。施工までの間。どうですか。様子見てるんですか。はい、あ。様子を見ている。はい、工事をして。三ヶ月から六ヶ月は。施工が、うん、その間に手続いてきた。うん。鉄図的な。法令みたいなも整備する。あ、あ、いいですね。今言っていただいたのが、あの。 多分この中継先の方もですねあのきっと何かしらこうリアクションしていただいていると思いながら喋ってますけどあの今言っていただいたのは、えー、実際国会で成立をしてで施行するってことは実際あの役所の窓口で届け出とかがあの出されるとい、えー、こういう段階だからそこまでに実際にどうやったらそういう書類とかが出せるかって細かいこと決めなきゃいけないと細かい法令なんかがあるんじゃないか。 具体的に法令って言っていただきましたけど法令って言葉には法律と命令が含まれますけどねあ命令命令って何ですか具体的には何ですか行政の行政の命令行政の命令んか行政立法なんていうところで、ね、勉強しますかね政令が作られて省令が作られてでさらにガイドラインなんかが作られますでしょはい で、あとは皆さんがやる業務って、ほとんどどこが窓口になってくるかっていうと、あの、大阪府庁とか、大阪市役所とか、要するに自治体なんですよ。うん、自治体に出すこと多いでしょで、そうすると、法律、政令、省令、国ベースで決めましたって言っても、大阪市は大阪市で独自でやるじゃないですか。ってなると、お、そうですよね。大阪市の市議会なんかで、 議論して条例でままとめななきゃいけないいけこういう作業が待ってますよね意外とあのそうやって追っていけば皆さん勉強されてる知識でああそうだったなと思うんですけれどもこれを具体的にどういうスケジュール鑑定かっていうのが説明できる方って実はすごく少ないと思いますでそういうのを追ってる行政書士さんっていうのもほとんど見ないんですねなので この戦略的行政法務とかをやっていくにあたってですねまず一つは私はですねこの法律ができますでしょで法律ができるまでのこの前後の過程ですよねこれが成立だったとしてね実運用が始まっていく、まあ、施工っていうふうに書いておいてもいいかもしれないですけど 実運用が始まっていくこの前段階ではどんなことが行われてて成立してからどんな人たちが動いてルールを決めていくのかなんていうことを把握していると何ができるかというとここのこの法律に絡むビジネスをやってる事業者の方たちっていうのは絶対知りたくないですか どうですか実運用どうなっていくかっていうのを事前に分かってたらサービス設計でできるじゃないですかだからこの辺細かく知ってていや大阪市の市議会はこういう条例案が上程されてますぜっていうのが入ってれば即座にビジネスモデルとかも変えることもできたりとかしますよね。我々はその企業について頼まれるとこういうことを追って調査したりするのとかよくあります。 で調査のレポートとかを出してくれとかあとはそういうあのビジネスストラクチャー的なあー会議とかですねそういう設計サービスモデルの設計の会議とかに出させていただいて、えー、今こういう流れになってるからあこういうふうにサービス設計したらいいんじゃないですかとかあこういう話もさせていただいているという感じですねじゃちょっと具体的な話しましょう。あの <laughs> ちょうどこれ昨日あったんで昨日の話をさせていただこうかなと思うんですけど昨日の午前中うちのオフィスにいてであの電話かかってきましてでうちのクライアント先の企業なんですけど、まあ、皆さんも多分ご存知の企業だと思うんですがそこの企業がちょっと今ビジネス的にちょっと新しい試みで全国にいろんな えーま,うん、まあそこまでいいっていうか宿泊施設とかをちょっと新しいねモデルの宿泊施設をいろいろこう作っていくるなんていうのをやられてたんですね。でやられててで九州のエリアだったんですけどで九州のとある県で,でそれをやろうとしたらそしたらいやちょっとあのそこの市の条例ではちょっとできないですと結構むちゃくちゃなことを若干言われました。 で言われたっていうふうに企業担当者が言うんですねああそうなんですかと。で今現地のその行政書士の方に別にその行政書士の方が悪いって言ってるんじゃないですよその現地の行政書士の方に頼んでるんだけれどもただこれ役所の方はやっぱ内部ルールでこう決まってるからやっぱり難しいですって一点張りなんですよと。だからその行政書士さんも いやもう内部ルールで決まっちゃってるんでもうしょうがないと思いますよっていう回答をされているとこういうのをちょっと頼めるのって先生のところですよねって言われましたそうなんですねあの我々は何やってるかっていうとじゃあ内部ルールで決まってるっていうふうに言われた時のその内部ルールとは何かっていうところからちゃんと言及していきます。 内部ルールとは何かって言って見てった時に、もしかしたら内部ルールって言ってるけど、条例でガチッと決まってるかもしれないじゃないですか。そうすると議会通してひっくり返さなきゃいけないから、これはね大変です。なかなか条例の解釈ベースで変えるとかだったら、市議会にあの,あの質問をね。あの市議会議員通して投げさせてでそれで。 えー、例えばなんか保険衛生課長とかから回答を得ればその回答をもとにいろいろできるとかありえるんですけどでも条例は結構難しかったりするけど条例とか条例催促とかね議会で決まってるものはだけど内部の先ほども言いましたけど要領とか要項とかですねこういうのは 変えられる可能性があるんですよ、うん。で、これはどういうふうに変えていけばいいかということなんですけど、あの実際これも今日はあの特別に方法論ちょっとだけ、えー、おみお見せするというか、これこれ結構ねすごい話なんですよ。すごい話なんですけど、意外と使える人がいなかったりとかするので、ちょい今日今日は特別にあのお話ししますと。 まず要項というのが公開されてないんですね。公開されてないものを取るにはどうしたらいいと思いますか。どうでしょう。どうしたらいいと思います。どうしたらいいです。あ、情報公開請求。皆さん情報公開法とか勉強されました。ありましたよね。情報公開請求やったことありますか。ないですか。うん、情報公開請求やったことある人。あ、やったことある。うん、なるほど。うん 情報公開請求、ちなみに言える範囲で結構ですけど、どういうあれでやったんですか登記原因の情報で、それがちょっとこう公開されてないものがある、それの細かい内部の資料ってことですか。 はい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 、はい、なるほど、まあ、そういう使い方をされたということですかねまあ登記関係のでちょっとあとはこれ皆さんがやりたい許認可があったらまず何かのよ,かよくわからないとか言っちゃうとあれかもしれないですが何かの研修とかに行くよりも先にやることあるじゃないですかやっぱりね。 そのの根拠法の法律政法令ガイイドラインちゃんと読んでいただいてで役所が出してる手引きも取得できますよね全部無料でできます全部無料でできるのでそれやっていただいた上でさらに深掘りしたかったら情報公開請求をかけて内部の,その審査要領とかを取ればみんな役所の人たちその手の内というかそれが見れたら。 できるじゃなんでそれをやるっていうのとあとはただこれも単純にあのその情報公開請求かけたりとかして取ってで読み込みましたっていうだけだとあのルールを知ったにすぎないんですけど僕らはさらに何やってるかというとあのどうやってこれが決まったか誰がこの要項を決めたかこういうのも全部追っていきます。 情報公開請求の書き方一つでですねこういうのも取れたりとかするんですそうすると交渉できそうじゃないですか誰が決めたかっていうのが分かればいやこれは大阪市で決めたんですよって言われるとしょうがないなって思うじゃないですかでも大阪市で決めたんですよって役所の窓口の人ってねあの結構言うんですよ結構言うんだけどそ,その決裁資料とか全部見ていくと大阪市決めてないじゃんと。 ここの保健所の所長所長決元で所の決済保中で回覧で回して部長決済で終わってんじゃないかなとか。ってなったらあ部長決済クラスだったら変えられるんじゃないのと思いませんか交渉の余地ありですよねこういうのを実際あの調べ上げていったりとかすると結構面白いんです。はい、というような面白いですよね情報公開請求。 情報公開請求の裏技テクニックみたいな実はいっぱいあってですね、えー、そ,それそれなんか研修にすればいいんですかね <laughs> 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 そ,れそれ結構僕いいと思うんですけどねいや私実際実務ってめちゃくちゃ使えるなと思うんですけどそういう尖ったやつってあんまりねこうう人が入らないんですよね分かんないですけどね。 開業講座とか言った方が来るんですかね開業講座って言ったって何やんのっていう感じじゃないですかそれよりかは実務的にどういう書類の集め方ができるかとかそういう方がやっぱりね大事な気がしますけどねはい <laughs> というところでございますあ,あバーッて喋ってたら1時間近く経ってる、えー、もう少し話をしましょうかねどうしようかなうん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 はい でえー、先ほど一番最初のところで私あのペスト分析っていう話を少しさせていただきましたけれどもその中でやっぱりあの技術とかの進化っていうのがあるもんですからデジタル化っていう波これはどうしても避けられない、えー、と思います。デジタル化によって行政書士の仕事がなくなくるというふうに主張される方もいらっしゃいますよね。確かにさっきのの釣りの話じゃないですけど 単純な代書業はもうそういう分かりやすいシステムとかができてですねでそれでもってそのシステムに簡単に入力できるフォームがあってそれでもうパン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 ですねあの皆さんが使えるようになったらまあ代書頼む人っていうのはいなくなるかもしれないですよねうんだけどどうですかねうんデジタル化でなくなりますかね仕事実際。 どうですかねどうですかね無理じゃないので全部デジタル化するのは難しいんじゃないのって感じですかね。あのまずですけれどもこれから10年間かけてどんどん電子化していくっていう流れはこれはも国家戦略として入ってますのでそれはそうなります。そうなるんですがただ今現在 いろいろその電子申請とかを作るタイミングでそのシステム設計に関わっている人は誰かというと官僚の方、ね、各省庁の国交省の内部の方とそのシステム会社 NTT データさんとか NEC さんとかもその国交省お抱えみたいなところとあの、まあ、一応入札っていう仕組みをとっておりますけれどもそこのシステム会社との連携で作ってます。 行政書士がそこに入って意見を言うという機会が実際あまりにも薄いんですね要望出せばそういう機会も受けてもらえると思いますもらえるんですけれどもなかなかあんまり要望もまあ,あ業界によっては出しているものもありますけれどもなかなか私が知っている限りだと少ないという現状があって私は何とかそこの審議会とか実際システム設計をする段階でのその設計思想すごく大事なのでそこの設計思想の部分で 行行政政の現現場場を知知っっててますすとか現場知ってるんですよ行政書士はねどういうところがネックになるかとかっていうのは分かってますしでどういうシステムにしていったらいいかとか行政書士さんっていう非常にこうやっぱりね、えー、その現場を知ってる方たちがいるのでもっと行政所長を使えるようなシステムにしましょうとかねそれは設計段階で言わないとあとで出来上がっちゃった後にですね回収してください難しいんですよ。 そもそも回収予算が組まれてなかったりすることがほとんどなので,なので設計段階で言うことが必要なんですね。って考えますとこの時期こっから10年間のデジタル化の波の時期って皆さんが現場で普段やった許認化申請とかのその知識それを上に上げていくっていうこと。 そうやってデジタル化するとかこれ別に民間企業もやりますから民間企業がそういうデジタル申請とかのサービスを打ったりするときにブレーンで入れるじゃないですかだからこういう思想というかアイデアを持っている方っていうのはめちゃくちゃゃくチャンスだと思ってますこの10年間っていうのはどんどんそうやってシステム化されていくでその時に知識がどうしたって必要なんです。 例えば今その国家戦略の中でも未来投資会議とかの中でもデジタル化で相続ワンストップサービスを実現しますがねなんで一番難しそうなところからチャレンジしようとするんだと思うんですけど。 そんな免許の更新とかねあのパスポートのなんか受け取りとかああいうなんかもう電子化した方が絶対いいでしょうみたいなところから始めりゃいいのに相続手続きワンストップってどんだけ大変だよって思うんですけどそこからやろうとするわけですよ。何言ってんのって思うんですけどね。でまあ、だかかからあれはなかななかでできないと思うんですが でもほら戸籍のデータとかも今って戸籍って転籍してるの追ってって出生にさかのぼるの全部一式揃えなきゃいけないってやってますよね。でもそれも一つの役所に行ったら全部取れるようにっていうのをもう5年間の中でもうやりましょうってはもう決まってますよね。決まってるんですよ。でもう実際に動き始めてます。 あれはこれは多分まだ企業名言っちゃうとあれなので言わないですけどお、まあ、ちょっと出版系の会社とかが裏でついてでも現場で戸籍をい、ね、すごい追いかけた経験とかがありますとそうすると例えばうんそうです、ね、私見てた中とかだと樺太、えー、出身とかの方の戸籍が出てきたりとか。 でそれであのお戦争終わった後にあのにソ連にですねえ共戦連行されたとかっていうのがあったりとかしてでその後にえ実際に日本に戻ってきた時にもう樺太ないからだからもう日本でだからもう二十歳より前の戸籍が例えばないとかで原因も書いてないんですよそういうのって。 新戸籍が戸籍がここで形成されたって書いてあるだけでえこれどうやって戸籍作られたのかなって言って当時調べてでいろんな戸籍の本とかも読んだらまれ、あ、にあの記憶喪失になってでそれで「私が誰かどこで生まれたか分かりません」という方が急に現れてでその方が裁判所であの「私もう分からないんです」って言うと裁判所で新戸籍を作り直してくれるっていうのがあるらしいと思って「えそうなんだ」って。 お父様ってご生前記憶喪失になられたことありますかなんてね失礼な話ですよねそんなの聞いたら「いや違いますうちの父樺太出身だったんであそういうことあったかもしれないです」先に聞けよかったですね <laughs> そんなのがです、ね、あったりとかするぐらいであのいや難しいですよね。 でも、フ太の戸籍とかもいろいろ調べたら外務省に外地整理室っていうですね、外地整理室っていう部署があって、そういうマニアックなところがあって、そこへ行くと、フ太の中でもあの一定の町だけなんですけど、まだ取れるものもあるんですよ、戸籍が昔のが残ってて。取れるものもあるんで、それも一回調べて、でもそこにもなかったんで、なかったっていう証明がない限り、ほら、戸籍全部揃えましたって証明がない限り、金融機関で解約手続きできないじゃないですか。だから どうやって証明するないって証明出してって言ったらないっていう証明はないですとかって当時言われてですねいやそうすると困るんですよとかそんなのをやったりしたこともありますあるいはまあ沖縄の戸籍なんかね戦争でほとんどもう消失しちゃってその後福岡の法務局に、えー、沖縄アメリカ領になっちゃったんで福岡の法務局に戸籍、えー、移されてですねでそれでもって記憶を頼りにですねあの戸籍作り直してるんですよ そうするとどうなるかというと沖縄の戸籍とか読んでいくとですねもうひたすらあのいや絶対ここの家計にはいない人が急に出てきたりとか、うん、140歳でしょこの推定みたいな人が生きたままになってるとか全然あるんですよ全然あるんですよ一回この方が亡くなってるっていう証明をするためにギネ,スギネスブック持ってってギネスの最長記録これだから140歳絶対生きてないでしょとかっていうのをエビデンスにしてですね金融機関通したこともありますでも、 これってほら皆さんが現場でやらないと分からないじゃないですか官僚の人たちは分からないですよこんな話、うん、やったことないですからでも行政所さんっていうのは現地で繰り返してやってる中でそういうのがいっぱい生まれてるんです電子化していく時っていうのは実はこういうですね、えー、緻密な話これがあのいろんな現場の話っていうのをトータルで一応把握をして でただこれもう全部のニーズに応えるって無理ですからじゃあここはちょっとしょうがないから切り捨てようとかねでもここの部分は大事だからちゃんとシステムの中に入れ込もうとかっていうアイデア出しを今ねやらなきゃいけない、えー、そういう段階だと思うんですけれどもなかなか今そういうふうになってないという現状がありますからあぜひ、えー、この今行政書士資格を取られてでこれから開業されるという方にはですねそんなところもチャレンジしていってほしいなと、えー、そういう機会チャンスが あ実はかなりいっぱいあるとだから行政書士は使えるんです行政書士っていう資格を持ってるとやっぱりそういう話ができるんですけど私も何のその資格もないといきなり企業に戦略的行政法務やってますって言っても何言ってんのこの人ってなりますからまずはね居人化ベースから私入ってくるんですよ。企業コンサルタントって言ってますけど必ず私やってるのって巨人化もやってるんですて で,行政書士で受けてでやるんですねでやった上でそれを実際にこういうサービス設計もできますよとか法律がこういうふうに提出されて流れてきますよとかっていうのを代表の方経営者の方と話してでそっからだからさっき言ったように私別に許認可やってないわけじゃないんですよ。うん 行政書士がないとこの仕事ができないんですね。そんなことをやっていますとういうところでございます。<laughs> さあだいたい今1時間ちょっとぐらいしゃべったんですね早いですね。うん 私はそういう意味ではこの行政書士の可能性というのはさらにそういう法律知識を深掘りしていくことで今まであんまりやっていなかった法令をリサーチする能力とかっていうのを高めていくことをこういうところにですね非常にこう価値が高められるそういう可能性があるのではないかなというふうに思っております。試験受かってでこれからどうしようっていったタイミングで,で視野をまずはちょっと広げていただく。 今外国人業務とか今相続業務って思ってる方も実はそうやってあのよく巨認可と民事ホームってがっちり分けてやるじゃないですか,か私は相続は無理です巨認可だけやりますって言うんですけど外国人業務やってる人は外国人の相続もやった方がいいじゃないですかねその人の人生に寄り添うっていうんだったらねだからそういうこともできるはずじゃないですかあるいは企業ホームって言ってますけど企業ホームでやってるとそうすると事業承継とか出てくるんですよ代表の方亡くなられたらその後の手続きどうするんですとかあるじゃないですか だかから相続関わるじゃないですかだから私ねあんまり別にその民事法務と許人化をがっちり分けて考えてなくてですね私が今コンサルで入っているところって、まあ、観光とか宿泊業界、えー、航空法絡みのドローンとか空飛ぶ車の関連あとは意外と私相続手続きのウェブマーケ会社とか最近すごい多いんですよ。 葬儀とかお墓のですねあのウェブで集客して送客をしてでその仲介料とかを取ってるような企業のコンサルとかで結構何社か入ってるんですね。でその時は民事法務の知識オンパレードなのでそれをあのお話ししたりとかして、えー、実際にあの顧問契約とかを取ったりとかしてます。うん、まあ,あの徐々に徐々にではありますけれどもちょっと視野をまた広げていただいて。 でやれることというのを少しディスカッションベースで探していくという作業が必要です。自分で考えるのも大事です。で自分で考えて行動をしながらあとはなるべくいろんな人にしゃべってください。でしゃべってでそこでもって、えー、議論が生まれますとアイデアが浮かびます。私もこうやって講演会でこうやって皆さんとしゃべるとですねしゃべってる時に思いつくことがいっぱいあるんですね。えー 大体いいその後懇親会とかで飲んだら忘れちゃうんですけど、<laughs> 忘れちゃうんですけど、あのそう、メモっときゃよかったなって毎回思うんですけどね、あの今回でも YouTube にアップされるってことなんで、あとで自分で聞きながらですね、あこんなこと考えてたんだな、なんてね <laughs>、えーまあ、見返さなそうですけども、はい、そんなことをやろうかな、なんていうふうに思っております。はい、というところですね、じゃあ一旦あのここで切らせていただいて、ちょっとご質問とか、そういったところでお話をしていきたいなというふうに、 思います <laughs>、まあ、いきなり質問って言っても出てきづらいですかね、あの中継先の方にもですね、えー、ちゃんとあのご質問内容とかをお伝えさせていただきますので、あと20分ほどですねお付き合いいただければというふうに思っておりますけれども、どう,どうでしょう、今の話聞かれて、ちょっと、まあ、感想でもいいんですけど、どう,どうですか。うん、あのお話,、はい、話をする。ははい、はい、はい

うん、なるほどあの今すごく大事なあのご質問いただきましたで今あの大阪の梅田本校で来られている方からのご意見なんですけれどもお、まあ、司法書士の事務所で勤務されていらっしゃってでそれで登記、えーまあ、業務とかはやってたんですけどそれでさらにその許認可とかのところに結びつけるときにやっぱりそういうプレゼン能力だったりとか話す能力 これが必要だろうとそういうのはどうやってつけたらいいんですかというご質問でよろしかったですかね。はいえー、いただきましたけれどもそうなんですよねコンンサル業務っってて結構そのプレゼン能力って大事なんですよねでこのプレゼン能力って一つに言っても私はあの講師業をやってる時っていうのはどちらかというと法律の話し,しなきゃいけないのでなのであのアドリブに弱かったと思います。 講師,講師の皆さんってなんかすごいバーッと喋ってるようで急なな質問に対応しできいいい人結構多いと思いますよあとはレックだと喋るけど全然違うところで行くと喋れないとかいう人っていや結構実際多いんですね私もそうでした昔えそうだったのであれこれは全然違うスキルが必要なんじゃないかなとよく言うそのファシリテーションとかそういう技術も必要だななんていうふうに思いましたあのどちらかというと聞く能力って大事ですよね 講師やってる人ってねもうねあの一緒に飲み会とか行くと分かると思うんですけどずっと喋ってるんですよ。<laughs> もう聞かないもう、ね、人の話 <laughs> 人多いんですけどあのやっぱり聞くって大事ですね。であとはもういろんな方に意見を求めてでそれをまとめていくっていう能力も一つは大事だったりとかしますよね。で私よく研修の中とかでもそのプレゼンテーションの やり方というのは最初に結構必ず入れるんですよなな何かっていいますとあの <laughs> よく売れる営業マン売れない営業売れない営業って言ったら営業じゃないか <laughs> そう、ね、でも売れる人売れない人出てくるじゃないですかで大体そこの社長さんとかって「あ彼がね月間トップだよ!ね」で朝礼とかでね呼び出して彼のちょっと売り込み方をみんなにちょっと伝えてほしいと「みんなまねしてくれ!」とかって。 言うんですよねいや私はもうお客様に本当に真摯に対応させていただいているだけで特別なことはやってないんです、まあ、強いて言うとこういうことですかねなんていうふうにしゃべるんですけどもう社員一同誰もですねピンときてないわけですね。それじゃ伝わらんですよね。でなのであのそれはね社長が聞いたところで出てこないんですよ。売れる営業マンのプレゼンスキルが何かっていうのはわからないんですね。 なので以前我々あのちょっと別会社の方でやったことがあるのが結構そういうプレゼン能力が高くて営業実績が高い人たちに全部いろんな課題を出してでそれをどうしてそういう結論だったりそういうアプローチ方法に至ったかっていう頭の中の動きをずっと聞き出して書いていったことがあります。そううするとと実際行動に移しちゃうと 人間それぞれのスタイルがあるもんだから、あ社長飲みに行きましょうっていう営業スタイルの人もいれば、ちゃんと資料を作ってやる人もいれば、いろいろ様々なんですけど、頭の動きは実はね、売れる人だいたい一緒なんですよ。でなので、皆さんがにその課題をこうこれちょっと考えてみてくださいってやった時の頭の構造を分析するっていう作業をあの何回かやります。で実際に、えー、まあ割とそのプレゼンスキルが高い人は こういう思考回路でこの今回のプレゼンやりましたよっていうのを何回か見ると気づく人は気づくんですね。ああそうやって修正すればいいんだ気づけない人は気づけないんですこれ。だから必ず全員うまくなるかっていうとうまくならない、えー、これはもう実際の話です。だってそれやって全員売れる営業マンになったら小会社なんか成功するに決まってるわけですから。 で全員はな,ならないかもしれないんですけど意外とと変えられると私は思ってますで私結構あのその行政書士の方々の,その研修とかもやらせていただいてるんですけど最初にそれやるとあのもう本当一1年で全然そのプレゼントかそういうのも変わってきてるっていうのは実態ありますね。はい、っていうそういうまあ思考回路の流れみたいなのをやるトレーニングトレーニングすると結構変わります。と、はい、いうところですかね。うーん あとはなんかその私はもともと講師業やってたのでなんかその若干ひど前でしゃべるのとか慣れてるっていうところはあるんですけどあの別にしゃべりに慣れてる人が話を面白いわけではなくて私話してて知識すすごいいい持っってててててる人の話たたどたどしくても面白いですね聞いててだから専門家としてやっぱり自分でちゃんと本とか読んで考えてる人の話は 少しあっちゃこっちゃ言ってても面白いしそれは聞けるんですよねだからまずはそういう知識深掘りすするっていいうのは大事だと思いますそうあの最近多いのが行政書士取ってで急にいきなりもう許認可一回もやったことないのに僕はコンサルタントですみたいな人いるんですけどいやいや <laughs> その現場何も知らないでどうやってコンサルするのっていうのがあってですねそれはやめた方がいいと思います。 まずはその知識深掘り現場を経験してでその中でどういうふうにですねその企業に寄り添っていくかっていうのをこう設計していくっていうのがすごく大事だなと思いますどうでしょうどうですかどうですかってね <laughs> 言われてもあれかもしれないですけど何か感想とかございますかはいはい、はい うん,う,んうん。あ、お客さんをこう集めていくっていうところですがああ一番最初そうなんですよね大変ですよね一番最初の開業した時点でね 親の代からこう引き継いでとかだと親の背中見てたりとかするのでいいんですけどうちもあの親はサラリーマンだったもんですから自営業でも何でもないわけですよそうすると会計知識とかも全くない状態じゃないですか,だから青色申告1つ知らない状態なんですよ24歳とかだと。で知らないんでだからもう手探り状態ですよね。 い一旦本屋さん行ってだからもう多分開業したての人の気持ちってよく分かるんですよ本屋さん行くとやっぱ相続の本とか,なんか離婚相談とか、うん、わけわからん本がいっぱい並んでてでそれをもうかいつまんでああこういうことできるのかみたいなやるんですよね。 でだからもう最初の名刺とかって「相続離婚会社設立やってます」意味わかんないんですよ何か <laughs>「何やってんの?」って感じじゃないですかねでだからもうその全然関連性のないワードが並んでてでだからやっぱ集客はそんなにうまくいってなかったんですけど僕の当時は、えー、もう134年前なんであのホームページをとりあえず作ったら意外と同業で作ってる人が少なくてそこから結構問い合わせあったんですよ昔は。 今は多分 Google にあの広告料とか払わないとあの全然集客できないと思いますよホームページからって。と思うんですけど当時はたまたまそういうのがあったんでそれで毎月1件2件は案件がそういうのであってとりあえずやりながらでもそれだけだと食べれないからあのレックで。 でそのテキスト制作とかやらしてもらおうかななんて言ってバイトの募集がちょうど来てたんで,でそれで行ったら、ね、レックに騙されてですね講師やれって言われてでなんか僕は別に講師になるつもりじゃなかったんだけどなんかその講師をやり始めたらああそうか知識も足りなかったし勉強しなきゃいけないなんていうので勉強し始めたっていうタイミングがありましたで5年ぐらい経ったタイミングでいや多分講師業っていうのも賞味期限あるし僕はもうずっと続けていく気はないと。 もう10年間で絶対やめようと思ってですねでもうレックにも最初からもう僕10年でやめますとでもう5年経った時にもう実務の方にがっつりこうシフトしたんですね今までは本当に5万円ぐらいの安いあの賃貸料のですね、えー、もうなんか古いビルの一室借りてたんですけどそれを家賃ちょっと上げて15万円ぐらいでも家賃15万円のところに事務所借りるって結構 <laughs> 結構あれじゃないですかえねそう なんかまあ100万とか200万とかのね家賃のところ借りてる人たちに比べればいや15万なんてって言われるかもしれないですけどいや結構ななもんなんですよでだから15万円のところを買えるかって大丈夫かな払えかなみたいなその普段のね自分の賃料も払わなきゃいけないしこっちの高が光熱費とか考えたらやばいなみたいななので追い込むと人ってやるもんですね。<laughs> あの結構ね場所を借りちゃうとかっていうのは意外とよくて最初はやっぱりなんか自宅開業をするっていう選択もやっぱあるんですけどなかなかね自宅開業したい人ってもう1年目とかでもう切り替えて安いところでいいからもう借りないとって感じがします腹くくれないんですよね自宅開業だとやっぱりなんかと,とにかく安いところでいいですよ最初安いところでいいからちょっと借りてでそれでやってみるでそれでもうとにかく まあホームページ一つもちょっと作ってみるこうやると初期投資でまあそこそこかかるじゃないですかお金を払うと人間覚悟が決まるんですね。っていう感じででもつらかったですあの一番最初スタッフ本当に一人入れてで,でもなんか3か月ぐらい経ったタイミングでもう一人入りたいっていう男の子が出てきてでも当時もう完全に赤字なんですよ。 いやこれ雇ったらやばいらでも雇ったらまた腹くくれるんじゃないかと思って雇ったら最後ですね全全然然売り上げ全然上がんないんですよ <laughs> もう火の車みたいな感じでうわーやばいなやばいななんていう時はやっぱありましたねでもうそれこそその相続の案件も取ろうと思ってもう,もうそこの私中野っていうところなんですが中野区一帯にチラシポスティングしたりとか。 でポスティングしたらなんかマンションの管理にめっちゃ怒られたりとかですね <laughs> あのいろいろあってでわってなんでこんな怒られながら仕事しなきゃいけないんだろうとかで同僚の人になんか行政書士会になんかい,いろいろあのホームページがダメなんじゃないかとか指摘入れられてなんかその苦情処理委員会とかからね「あのあの黒沢先生来てくださいと」と。 いや行きたくないとか <laughs> やり合ったりとかいろいろありますやっぱりねいろいろやるとね目つけられるもんですからいろいろありましたけどえただやり続ける中で自分のスタンスっていうのがある程度分かってきてで僕自身もさっきのビジネスモデルとはって考えてなかったんでそうやってストックビジネス型のもう単純な巨人化もやろうと思ってるしえちょっとレベルの高いのもやりたいという願望があるっていう中途半端だったんですね。 もうとにかくいろんなところに手をつけてであの知識もこの知識も欲しいみたいなことをやってた時期がありましたあの迷ってましたね単純にだったんですけどやっぱりね人間そんな全部できないんで少し的を絞るのは大事ですねで的を絞る前に一ったはでも多少いろんな業務があるってことを知らないと的を絞れないじゃないですか いきなり相続にとかいきなり入管にとかって的絞っちゃうとどうなるかっていうと1年経って売り上げが上がんなかった時にあ,あ他の業務がいいんじゃないかって目移りし始めるんですよ。ほは100あるのに3しか知らない状態で1位選んじゃったんですよ。そうすると残りの97の世界が魅力的に見えてきちゃうんですだから最低限最低限あの100とまでいかなくてもいいんで50ぐらい知っとくといいんですよ。 50ぐらいなんか幅広くいろんな知識を一旦は入れてでその中から「いや自分はこういう特徴がある自分はこういう強みがあるだからこの業務」っていうので決めると思い入れが入ってるんでこの業務は伸びるんです続けられるっていう言い方がいいかもしれないですねはいっていう感じですかねはいどうどうはいはいはい,い,ついつはいはいあいいですいいですはい 事務所借りてらっしゃるあ。腹くくってるわけですね。はい<で>はいはい。ただ、もともと行政書士うんなくてで調,査調査士がなかなか通らないので、っとポッと受けた調査士使用書士をベースに試験通ってから、うん、もうちょっと深くやりたいと思ってるんですけど。うんうん 会議も収めちゃいましたしうん、うん、でどういう感じでその受験勉強と併用していったらいいかと思って迷ってるんですけど、うん、何か知らん先生に聞くと例えば調査士の先生が使用書士、うんえー、調査士の先生が調査士を通って実務で開業しながら使用書士を勉強しようと思ったけどやっぱりできへんかったって,うんですて実際のところそういうやり方っていうか先生どう思われかあなるほど えっと、あごめんなさい今持たれてる資格が行政書士と保育士と測量司法、うん、もう持たれててで今目指されるのが調査士と司法書士も目指されたいと。あいいですねで ま,あまずいいですよねそうやってあのどんどん勉強されたいっていう方はそうやってあのどんどんこうあの資格を取っていくっていうのは一つありだとは思います。でありだと思いますけど確かに受験勉強って大変ですよねねななかなか、ねえー、実は私もですねあの去年なんか知んないですけど知的財産関係の話がバンバン飛び込んできた時がありましてね。 でそれで、まあ、その商標だったりとかあとはちょっとビジネスモデルの特許とかそういうので取りたいという相談が結構来たわけですよ。あ便利子いいなと便利子面白いなってしかも便利子の,あの出てくる法律って全部行政法規なんですね。行政法規じゃないですかだって特許法とか。特許法の流れなんてね申請して許可が出てっていうあの行政手続きの話とその後の不服申し立てあるいは特許の訴訟なんていうのはなんかその行政訴訟に近しいので。 だか,かかだ,かだから「なんんんんかかかるるでですすよよ文読だだらおこれいいじゃん」と思ってあのレックにですね、うん、お金払って弁理士講座取ったんですよ去年いや去年の本当今ぐらいだと思うんですけどで取ったらまあ通信教材がどんどん送られてくる、うん、送, <laughs> 送られてくるんですよ、うんね、いや僕なんかもその講師やりながら「いやちゃんとねその仕事は仕事でやって勉強時間取ってくださいよ」とかね あんなによく言ってたなと思いましたね仕事に追われてるともうなんか全然全然時間取れないですよねだからねあまとめてやろうそ,そしたらなんかあのもうてなんかこうレッグから送られてきた袋が山,山積みになっててもう開けるのもなんかちょっと嫌みたいな感じになっちゃってですねいやー大変だなーなんて思いましたね、えー、これは私の感想ですね <laughs> <laughs> そうだからどうなんでしょううん。 一定の,その時間を作りつつというのはやっぱりあの大事だと思うんですけどやっぱ司法書士とかのレベルになってくるとどうしても1年2年本腰据えてやらないとなかなか短期合格って難しいっていうのは確かだと思うんですよね。で仕事をやりながらだとやっぱ連休中にまとめてって言っても毎日やっぱり23時間取れるかっていうと難しいですよね結構。うん だからちょっとだから期間を決めて期間を設定してでちょっと業務範囲ももう絞っちゃってでここまでだけで勉強時間割くみたいなのを決めてた方がいいですね。で私の場合はもう今従業員とかもいるのでどうしても私が動きを止めちゃうとその固定費払えなくなっちゃうんですよ。うん それがちょっと苦しくてやっぱ言い訳になっちゃうんですけどね飲みの時間全部削ったらあるんじゃないかと言われるとまあそうかもなと思うんですよそうかもなと思うんですけどもまあ私ね飲むのも仕事だと思ってますからまあ,まあまあまあって感じなんですけどだから期間決めるのがいいかもしれないですね2年間だったら2年間。でこの資格はここまでで1回やめてで区切りつけて一旦じゃあ行政書士でガンってやってみようかとか。 あの期限決めないと割とだらだらいっちゃうじゃないですか、うん、調査士は5年連続で一桁から調査士じゃあもう結構受かりそうなレベルに来てるわけですかじゃあもう調査士にもう1年間ガッツってやった方がよくないですか,か取れそうなところから <laughs> <laughs> 取れそうなところからなんかやったらいいかなってあちなみに大阪の方なんですかあ 結構やっぱりあの地方のこの修行モデルで一番多いのってやっぱあの行政書士の先生でも行政書士単体でやってる人ってあの結構少なくて例えば四国とか行くと大体行政書士司法書士土地家屋調査士みたいなのをなんか代々親子でやってるみたいなパターンってめちゃくちゃ多いですよね。っていうのもやっぱ仕事がその土地絡みの話農地転用とか絡むとか不動産絡みの話がやっぱ多いのでそういうスタイルになりがち ですよねでももう一つ付け添えておきたいのがあのもし今あの、まあ、大阪市内の,、ね、あの中心地にいるっていうんだったらあれなんですけどそうじゃなくてちょっと遠方にいらっしゃるっていう方もいらっしゃると思うんでその場合でも電子申請とかが増えてきますよ、ね、別に現地行かなくてもできる仕事っていっぱいあるんですよ。今現在もいいっぱいあるんででですすよ郵送で対応できますとかそそれこそねあの 栃木かなんかに、栃木、群馬かな、群馬にいる、あの、海事代理士の知り合いなんですけど。海事代理士ですよ。海事代理士、うん、群馬海ないんですよ。うん、<laughs> 群馬海ないんだけど、海事代理士事務所があるんですよ、うんで。そこの年間売上が、だいたい4000万ぐらいです。すごくないですか。うん、あ,あ、そうかって思いません。うん、いや、だから、あり得るんですよ。あの、ちゃんと探していただいて。 遠隔でもででもきるる作業っっていっぱいぱあるのででこれから増えてきますでしょそしたらあのあ私奈良だから大阪の仕事取れないかしらとか思ってないでですねあるいは何かこう、まあ、島根だから東京の仕事はとか思ってないで取れるんですよもう全然。だってなんで私が北海道の仕事とか九州の仕事取れるかって言った時に別に東京にいるからだけじゃないんですよね。 別に,そういうの別に九州に現地でた,、まあ、たまに動いてもらわないといけないのでなんかそういうネットワーク的なのはあったほうがいいと思うんですね知り合いは増やしたほうがいいとは思うんですけれども別にその場所にそんなにこだわる時代ではないというふうに思います。はい、ですかねおというところでお時間が来てしまいました、えー、ちょっと最後にですね、えー、お知らせとしておっ あれは置いいてないあ皆さんの多分机の上に戦略的行政法務アカデミーというのが、えー、出てきてると思います。でこれあの来週ですか28日にですね、えー、実施をする内容になっております。えー、たった1日かもしれませんがここでやらせていただくことは今日重要だというふうに言った法律の制定の 過程これを皆さんにがっちりワークを通じて認識をしていただくというのをまず前提としてやらせていただきます。でかつですねいろんなビジネスモデルに当てはめてで企業にやっぱ提案していかないといけないのでこういったビジネスに対してどんなアプローチでどんな提案をすればいいのかなっていうところも 皆さんとワークを通じててやっていきます講演会というのは一方的に私が結構しゃべり続けてしまいがちですけれどもこれは皆さんにその何、まあ、でしょうね考え方これを落とし込んで頂い,いて体得するっていう感じですかね。えー、ああなるほどと腑に落ちたという感じにして頂い,いて実際次の日から 始めていただけるように、えー、設計をさせていただいているものになります。えー、よろしければですね、まあ、ちょっと大阪で、えー、上田本校で実施させていただく内容でございますけれども、この1日だけ、まあ、ちょっと今の時期なんでね、ちょっとあの来てくださいってなかなか言いづらいところもあるんですけれども、もしよろしければあお越しいただければなというふうに思っております。はい、というところですね、あの、<laughs> この間も大学生向けにちょっとお話をさせていただく機会があってそこの大学生20人ぐらいの方にこれからなんか起業したいという方たちだったんですけどその方たち向けに言ってた話がやっぱりねそのまあなんか明日変わるためにみたいな話のテーマだったんですけど明日変わるためにはもう今日から始めないとなんていう話をさせていただきました。 で大事なのはやっぱり自自分分でで考えて自分で動くっていうことい、えー、いますのも今ってインターネットで答えを探そうとするという癖がどうしても,おもう全体的に拭えないかなというふうに思いますけれどもあの答えをすぐそれで探してしまうと思考の過程がないので考えてないのでなのでやっぱりどん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 ですね考えられなくなってしまうんですね。 普段考えてる人と考えてていいいな人ののの差がが歴然とととしてくるっていうのが今の時代だと思います。とにかく今日もこうやって私こうして話してはおりますけれども皆さんにやってほしいことはこういう話をですね「ああ、よかった」じゃなくてですねこの話を聞いて一旦自分で1時間でも2時間でもいいですからあの時間とっていただいて紙に自分が何ができるかなこういうのをやってみたいなっていうのを自分の頭で一回考えていただいてどう動くかというのを決めてすぐ 何かしらアクションを起こしていただきたいなとそんなふうに思っておりますあのそんな話を大学生向けにさせていただいて終わりましたので今日もこのような話をさせていただいて終わらせていただきたいなというふうに思っておりますはい、えー、じゃあ今日はですねここまでにさせていただきたいと思いますご清聴ありがとうございました